まあ、一応負けた全部ね、ら分かった負け方たら。に写真を1枚送ってもらう。自分のすべて、そう。自分の今までやってきたことそのもの、積み上げてきたものを見せてほしい。一応一番分かりやすいものが、はい。金なんだけど。ちゃんと言わなきゃダメですよ、それは。今日はもしかしたらないかもしれないな。いつものというか、俺が来る前の腫れ物、バロラントに戻った。腫れ物すぎて人が集まらないらしい。3人固定、ほぼ固定みたいな感じで始まった、集め始めたのに、あと2すら見つからない。もともと俺その時はいなかったのに、なんか嫌だな。一緒に俺まで、なんか腫れちゃったみたいな感じで、なんか嫌だ。ユフナさんは今、河川さんが名前を出した後、配信クソ荒らされてるらしい。でもサブスクギフト100個もらってた。うん。いいんだよ、やっぱ配信者は。配信者はかわいそうな目に遭えば遭うほどリターンがでかいんだから。多分自律神経かなんかがおかしくなってる。でーす。お、おいっす。来たー。あーって言った？今。あーって言いましたよ。いや、言ってない、言ってない、言ってない。言ってないっすよおーって、おーって。ね。テンション上言ってないっがすっよた。ね。俺は喜んだ。俺は喜言っんだてないっよ。すよね。今日こそ、ああ、今日こそはね。今日こそ、これ、今日。こういうの、なんていうの？呪いを。呪いを解除しに来ましたね。あ、解除ね。払解いたい、除。払いいね。いたいです。解除しよう。はい、払いに来ました。今日無理やったらもうね。今日また2の8とかだったらもう本当に特級呪物認定。受け入れますもんね。最近の勝率はどんな感じなんですか？昨え、昨日一日は応もう7春決勝まっ1て敗きです。やば。強っ。ハードル高いっすね。7-0からまあ7-1になって、まあ潮時やなー言うて。なるほど。最後は記憶を失って。小川さんは途中寝てたら最後しい。のスプリット覚えてない。試合中ほら、平分寝てたっす。ジャッジ構えて、壁見ながら寝てて。で、バロラ最後、ントに。観戦画面の味方がチェンバーに撃ち抜かれる銃声で起きたからな。バーンで。渋ハルさんとやると絶対コメント欄で渋ハルさんの関西弁は何なんって言われて、渋ハルさんはガチで関西人やぞっていうやり取りを、いや、ちょうど俺のコメント欄でもやってたっすわ。マジで申し訳ないんですけど、3回ぐらい見た。ボ回ドち怒っゃんてと河川さんを追放してくだされば、多分マシな関西弁出なくなるんで、釣られてるんだよね、多分ね。出てる人がいると、ちょっと引っ張られちゃうんですよね。晴れちゃう。晴れ 関西弁って晴れてるんですか？いやもいやいしや、や。関西弁晴れてるって言いました、今。まあでも日本の中では割と晴れがえ、ち。おい、ちょ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 え、ちょちょ。おおい、今のクリップやぞ、クリップ。なんでやねん、なんでやねん、今。なんでやねん。関日本西弁の中がの晴れ晴れ物だから、今。この反応がだって、おいおいおい。怖いって。怖い、怖い、もう。日本の中の晴れ物ってことですか、関西は。俺怖いわ。バリ晴れてるやん。せやろか。せやろか。せやろか。ミニマリエミング。やばいって。奪った。あ、間違えた。あ、ナイス。漏らした。なんか、お前リアルに漏らしたみたいなやめろって。ボドちゃんのルートで僕のトレードマーク壊れてんけど。おい、トレードマーク置けって。置いたの壊したって。トレードマークプレイザー。ああ、ワンピック取られんのなしでプレイザー。プレイザー。しばして。来るような一近似の枠で。ああ、これ、柴原さんに伝えた方がいいのかな？はい。あれ、なんか変な空気が。河川さん、あ、はい。これ柴原さんに伝えた方がいいっすよね。この間いいのですカか？スタムの話。あ、一人で。もうメンバー入ってるんで。え？もちろん。したなら、い。カスタム。いや、もうカスタム呼ばれるなら、それはもちろん嬉しいし。おお、じやゃあるよんかっすた、じか？ゃあよかった。よかった、ちょっと待って。まあ、一応負けた全部ね、ら分かった負け方たら。に写真を1枚送ってもらうっていうだけ。そう、自分のものでいい。まあ自分のすべて、自分のすべて、そ自分の今までやってきたことそのもう。 の。積み上げてきたものを見せてほしい。まあ一応一番分かりやすいものが はい。金なんだけど。身も蓋もねえ、身も蓋もねえ。通帳カスタム。あれものバロラント。名は体よ、名は体よ、表しすぎでしょ、もう。まんまやん。
あのこれ定期開催なんで、あの何ヶ月かに1回やって そんなもん定期開催にするな。月収を割り出そうっていう。ああ、なるほど。そう、連敗すると月収が割れる。割れるんで。あれいくら増えてる。そう、今多い時期、少ない時期から一発で分かるんで。よければクロノワとかも入れてやりたいなと思って。ああ、そう、クロノワを入れてやりたい。クロノワ来るなら喜んでいくな、僕。そんな。買ったらええねんで、だって買ったら見れる。うん。得しかないっすよ。買ったらいいだけっすよね。敵にお坊さんとかがいたらマジでいらんねんわ。お坊さんの月収マジでいらんねんけど。月収とかないやろし、中身。いやでもお坊さんは必要やん。あ、じゃあお坊さんに、お坊さんの代わりに見せる人連れてきてもらって。あ、なるほどね。お坊さんが代打、代打、代打、お坊さんが出張代行。通帳代行、通帳代行。それめっちゃ面白いけど、あのお坊さんにでも本気度が足りなくなるから、なんかそう、お坊さんとか、お坊さんはお坊さんで別のものかけないといけない。しようぜ。本当にやるんですか。え、本当にやるよ。いや、いいっすね。いや、もう俺それ普通に今のモチベやから、うん、そのために練習してる。これ練習っすか。バロラント上手くなって人の練習が見たい。なるほど。ちなみにあれやからね、あのその自分の口座とかだけじゃなくて、自分が管理してる口座やから、すべて、まあすべて、法人とかもすべてってことか。そう、そう、法人の口座も見ないと全然見ない。そこがメインっすね。そう、法人、法人見れなかったら別に自分が所有してる全口座やから。はいはいはい。純資産を見せてもらわないと。やる前日に全部ビットコインに書いといたろ。いや、ビットコインのやつも見せ、それも資産だから。資産やね。仮想通貨だ。俺も取るときは通帳の横に時計を添えて。資産や、資産だから。資産や、添えては置く。だボドカさんも3個時計持ってるっつってたから、3個で通帳囲まないといけない。もう1個やっぱ買わないと。そしたらちゃんと時価総額も横に書いておいてくださいね、わかりやすく。あ、下に付箋で。そう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 。あの検索したやつでいいから別に。これ1200万みたいな。ガチ。あ、そうか、ポケカとかもじゃあ必要になってくるかもしれんのか。ガチ資産。ポケカは、ね、ポケカはいいかな。え、でもポケカもだって1枚100万とかしますよ、あれも。いや、わからんもんだって俺。おじじに乗せられて、そう、何周年記念の意味不明なポケカ100何万で買ってたっすよ。マジで。やばい。マジかよ。もうアクトの終了待たれへんて。はよやりたいな、カスタム。なんだよ、マジで。おぼかフリーウィンなんかちょっとな。負けても勝っても勝ちやからな、あいつ。いや、だから、おじじのやつかけさせて。おじじさんが。ただじゃ負けれないでしょ。おじじはおぼう、マジで全力で応援するっていう。チーム違うって。でも、所属的には、西原さんじゃね。西原さん。あー、西原さん。西原さんの、でも、会社含めてってまずくね。相当でかい。いやいやいや、まあまあ、でも、そんぐらいやな。通常カスタムなんで、関係ないです。いざとなったら、応募をクビにすることによって、西原さんの年収守られるんだ。あ、確かに。もう絶対じゃありませんっつって。クビに切ることで。クビにしたら、全然関係なくなるんで。まあ、それか、土井さんっすね。土井さんや。土井さんみてえな。そう、土井さんからね、最近ね、海苔やらお好み焼きやらえらい送られてくるんだよな。あ、お好み焼きも届いた。あれめっちゃ美味しいっすね。で、今日はなんか知らんけど、3600万ぐらいの車の URL だけ送られてきてたよ。なんか僕も一昨日ぐらい、あの、何を伝えたいんだ。そうなんですよ。一昨日ぐらいもね、次は家具行きましょうって LINE が来てたんだけど。最近家具買ってましたもんね。そうなんですよ。おまけ俺は家具も車もしかとしてる。一応、うん、一応ね。そう、嫌な予感がして。A ラッシュ来てるけど。次 B 来そう。俺一応チャーあるけどな。あ、 A チャー。B チャー。A チャー。あー、やっと。あ、じゃあ B。次チャー。初めての B チャー。B チャー。ちゃんと言わなきゃダメですよ。それは。ああ、ちゃんとチャー言わないと。チャー。おい、バイパー二度とやりたくないって。シャカさん、マジやりたくねえよ、もう。なんだこのキャッチブチブ。取り返しチャー取るわ。チャー使うわ。チャー了解です。飛び降りチャーいけるかな。設置してる。設置のやつに当ててるわ。
氷割りまーす。いやーごめん、裏見た。リコ入れた。はい、裏そば。ちゃーえって。いやー、真面目にやってんのに。あ、左、左。左、左、左。ボーン！あー、ランクされる。ジェットすげえな。さすがにこの土壇場では言わんやろな。言うやろそれは。やっぱルールは守らんと。出たんちゃう。あれものルール。ジェーこれチェー言ってくれっす。これレイナいいっすか。いいよ。いやーでもいやレイナ行きます。河川さんがめちゃくちゃ奥取ってくれるんで。奥？あ。奥深しって感じです、ね、通帳のせいでちょっと金が通帳のせいで奥奥いや俺さすがに奥はねえなと思うんですよ。え、祝春は奥いややめて、それは勝敗決まったからじゃないの。意味ないやんだってこれ。言わない言わないところが意味ないやん。もうあの奥じゃないって言うもん、奥持ってないやつは。うるさまして奥も持ってないやつは奥って言われたらなわけねえだろって言うけど、奥持ってるやつはじゃそれはねって言う。これだけで奥持ってる確定するもん。もう渋ハル奥です。これ皆さん見てますか、あの切り抜いてるあなたの、これ渋ハル奥です。渋ハル奥です。これあの俺もやられた。これ俺被害者です。しかも送り釈迦さんと河川の切り抜きしクソやから、それ動画にしてるっす。こう動画にして十何万再生稼ぎやがって。ガチクソです。あのマジでおもろい。男さんの奥が僕の多分10万円ぐらいになってます。うざいってマジで。俺釈迦さんチャンネル見たら俺のチャンネルと同じような動画、そう同じような動画上がってて、俺同じ切り抜き師なんかなと思ったの。もどか年収まるまるまる万円。俺の動画かなと思ったら、あの26歳悪魔の世代ってやつも同じような動画やった。両方目つけたいよな。